今日はね、土曜日なんだけど、じっちゃん午前中仕事をしてたでね、ちょっとさ、書類をね、いろいろ作ったりしてたんで、郵便物をね、とりあえず投函しとかないとさ、いけないんで、これでね、今月の仕事の 99.9% は終わったね。あと 0.1% 残ってるんだけどさ、とにかくね、早く済まさないと絶対7月にさ、バカンスに出かけるんだよね。なんとかね、体調管理しながら仕事に邁進しております。うるさいな、車がな、車がうるさいね。今さ、郵便局にね、なんか郵便物を投函してきたんだけど、もう昼なんでお腹空いたんでね、ちょっとスーパーでね、買い物して帰る。いや、雨が降ってる、雨が。まあね、さっきはね、パラパラだったんだけど、まあ今もそんな本降りじゃないんだけどさ、雨が降ってる。はい、弁当買ってきた、弁当買ってきた、柏飯弁当、298円、税込み321円です。これを買って帰ってね、食べよう。もうね、梅酒じゃないさ、梅酢をね、じっちゃんはね、作って、夏場はね、梅酢を飲むんだけど、この梅酢がね、もう1ヶ月ぐらいでなくなるんだよね。いっぱい作るんだけどね、結構ね、夏場は暑いんで食欲ないしさ、飲むんだよね。よし、とりあえず帰って昼飯食おう、今からね。皆さんこんにちは、こんばんは。鹿児島はね、今日も雨で、もう最近雨が多いね。でね、今日は土曜日なんだけど、じっちゃん午前中仕事をしてた。今月最後の仕事かな。最後の仕事ってね、言うことはないんだけど、まだ途中でね、こう仕事がね、入ってきたらさ、対応せざるを得ないんだけど、やらないといけないっていうかね、もう前もって予定に入ってた仕事は全部済ました。で、あとはさ、もうその時その時ね、入ってきた仕事に対応しようかなと思ってる。あ、じっちゃんのね、工作の机がさ、もうそのままごちゃごちゃなってる。もうこれなんかも友達からね、もらった同軸ケーブルなんだけど、ね、これもやらないといけないしさ、あとね、中国から荷物が届いた。
これなんだけどね、もう箱ぐちゃぐちゃ、もう送ってきてさ、もう こんな開いてね、開いてバラバラになって、一回詰めてさ箱に入れたんだけど、これコアだよ、コア、トロイダルコアっていうのかな、あのなんかな、電気的なね工作とか自分でする人はさ分かると思うんだけど、まあこんなもん見たってね、面白くもなんともないよね。一応これを2個ね注文してたんだよ、お隣の国ね、日本で買うと高いんで、お隣の国にアリエクスプレスっていうねそこで注文をして送ってきた。まあ他にもさ注文してる、結構ねこういうどっちみちもともと、もともとっていうかさ、中国で作ってる製品が多いわけだよね、日本で買ってもさ。だからそういうのはね、実はもう直接お隣の国ね中国って言うとして、お隣の国ってまたいいのっていうのもおかしな話だけど、もう直接ねお隣の国にさ注文した方が安いんでさ注文する。まあ中にはね、なんじゃこりゃっていうのもあるんだけど、まあでもこれなんか綺麗だったね、綺麗なもんだよ。まあね、もうもらいも多いしさ、こうやって中国からね安いのをね買うのも多い。この前ね Windows 11をさバージョンアップしようと思ったら、このシンクパッドのこれ何だったっけ、 T の430っていうタイプだったかな、11にさ、これ邪魔だどけと、 Windows 11にねバージョンアップしようと思ったらダメだったんだよ。で、じっちゃんの友達のさ、こういうパソコンとかこういうのの専門のね先生がいるんで、その人に聞いたらね、まあこのパソコン自体、ノートパソコンか、このノートパソコン i7 のね、なんだ、たのかな、のパソコンなんだけどね、これもそのパソコンの師匠、お師匠さん、じっちゃんのね、わかんないときはもうすぐ当てにするんだけど、そのね友達からもらったやつなんだよね。で聞いたらさ、メーカー製のねやつで Windows 11にさバージョンアップしようとしてもできないのがあるらしいんだよ。まあこのレノボのねシンクパッドのこの T の430っていうのもそれらしいんだけどね。レノボか、レノボ昔はね IBM だったんだけどね、シンクパッドってね確かそうだったよね。じっちゃんではもう手に負えない、どうしたらねバージョンアップできるのかわからないんで、そのお師匠さんにね聞いて、先日ねやっと Windows 11にさバージョンアップしたんだけどね、まあ、これはあれだよ、じっちゃんがね車中泊車でね使ったりとかさ、あと泊まりでね温泉に行ったりとかさ、そういう時に持っていくパソコンなんだけどね、なかなかねこういろんなものをもらうんだけど、やっぱりこの自分で使い勝手のいいようにさこう改造したりとか、まあこれもねもらったままじゃないんだよ、 SSD に変えたりとか内蔵RAM か増やしたりとかさ、そういうこともやってるんで、もうサクサク動くんだよね。だからこうじっちゃんもノートパソコンってね、じっちゃんあまり使わないんだけど、まあ自宅ではほとんど使わないよね。各部屋にパソコン置いてるんで、デスクトップね置いてるんで、そっちの方が使い勝手いいからね、もうデスクトップパソコンの方がなんて言ったってやっぱ早いし使いやすいし、そうなんでね、家でノートパソコンを使うっていうことはまずないね。だからね大変だよってだから大変だよってどういうことだ。まあ最近ね忙しいんだよ、じっちゃんも仕事も今までより忙しい、
仕事量がね、そんな増えたわけじゃないんだけど、まあ相談とかね、そういうのも多いもんでね、いろいろ出かけてってさ、説明したりとか話したりとか聞いたりとかね、やってるんで、ちょっと時間的にさ、ただでさえ時間足りないのにね、余計時間が逼迫してるんだよ。で、まあ今日は土曜日だし、明日日曜だよね。だから土日はもうゆっくりしようと思ってるんだよ。だから今日は今こうやって動画撮ってるんだけど、今もご飯も食べて昼過ぎなんでね、ちょっと動画をね、もう動画撮る暇ないんで、暇ないっていうかさ、もうここに座って撮るぐらいの時間しかなかなか作れないんでね、ここに座って動画撮ってるんだけど、まあこの動画を撮ってどうしようかなって思ってるんだけど、いろいろまたね、情報収集っていうかさ、いろいろあるわけだよ。情報収集したいことっていうのがね、まあ実は投資もやってるんで、そういう関係の世界的なね、経済の流れだとかさ、金融の流れだとかさ、そういうのもちょっとこう情報を入れたいんで、ちょっとねパソコンでいろんな情報を抜き出してみようと思うんで、今はねパソコンはもうだいぶ前からあるんだけど、ネット社会がさ、やっぱりこんだけ充実してきてると本当に楽だよね。自分で意図する情報をやっぱりこう抜き出すのが非常に楽。家にねいてもさ、わざわざその新聞をね、それ専用の新聞を読んだりだとか、本屋さんで本を引っ張り出してね立ち読みしたりとか、そういうのもしなくていいわけじゃん。自宅でね、ネット検索したら必要な情報っていうのはある程度ね、じっちゃんが利用するような情報って、まあ取れないのもあるしさ、取れる情報が多いよね。だからそういう情報を抜き出してね、いろいろ勉強したりだとかさ、やってるんだけど、まあそういうのもさ、やりだすとさ、もう時間がもう足りないんだよね。だからそのいろんな情報がある中で、自分が得たい本当のね情報っていうかさ、そういうのを選別して頭に入れていくんだけど、まあね、この干からびた頭じゃさ、入れてもね、なかなかいつの間にかね、どっからかこう耳の穴ぐらいからねこぼれ落ちるのかな、すぐ忘れてしまったりとかさ、そういうのもあるんだけど、はい、ということでね、今回もくだらないね、じっちゃんの話にね、お付き合いいただきありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。